こちらにあるのが1年前に種をまいたラディッシュです。今日が7月の17日なんですけれども、ちょうど1年前にラディッシュの種をまきました。初めて家庭菜園に挑戦した、まあ、思い出のあるラディッシュなんですけれども、収穫してその後ほったらかしておりました。あれから丸1年経ちましたので、ちょっと記録がてら動画を撮っています。ラディッシュってこんぐらいのものなんで、こんなに大きくなるものだとは思わなかったんですけど、一応春頃に花が咲いたんですけど、その時の映像がこちらになります。今回はラディッシュなんですけれども、ちょっとめちゃくちゃ大きくなって花が咲いたので動画にしてみました。こちらのラディッシュなんですけど、昨年の7月8日に種をまいたんですけれども、ズボラなのでずっとほっといておりました。昨年末にアブラムシが多量についても冬場枯れるかなって思ってたんですけど、植物の生命力すごいなっていうところで、またぐんぐん3月ぐらいからですかね、もうめちゃくちゃ大きくなってきてます。一応もう手のサイズが80センチぐらいにはなってるかなと思います。ちょっと手で持って撮影してます。ちょっとブレがあってすいません。こちらが花です。昨年全然花が咲かなくって種取れないかなと思ってたんですけど、もしかしたらこれ種が取れるかもしれないですね。もう一つのが こんな感じです。ちょっと真上から、で一応ラディッシュ本体の方なんですけど、ちょっとごめんなさい、動きます。かなりこんな感じです。ラディッシュっぽく全然ないんですけど、ラディッシュを9ヶ月放置したらこんな感じになりました。でその後6月ぐらいまでは、まあ、自立してたんですけど、自重とあと風と梅雨入りの雨で倒れてしまいまして、そこから腐って枯れてしまって、今このような状態になってます。結構大きいです。1メートルぐらいがあるんじゃないでしょうか。ちょっと一つ抜いてみようと思います。塚大根の面影が残ってます。こちらが多分塚大根の種だと思います。実がついてます。もうちょっと早く種を取ればよかったんですけど、先日の雨の時に結構ナメクジとか、あと根元はダンゴムシが結構たかってました。なんか自然はよくできてるなってちょっと感心しながら見てたんですけど、多分ナメクジに食べられてしまったんだと思うんですけれども、ちょっと見えますでしょうか。ちょっと見えにくいんですけれども、この辺とかの全部穴を開けられて種食べられてます。 こちらもですね、何個か残ってるといいんですが、ちょっと厳しいかな。もうちょっと早く種を採取しとけば記録になったんですけれども、ちょっともうスカスカですね。もうスカスカです。何個か、あ、これどうかな、ちょっと開けてみようと思います。もうこれは発芽しないですかね、さすがに。種っぽいものがありました。ちょっと種取れるだけちょっと取ってみようと思います。こちらはさやの中の種から多分根が出ている状態です。種が入っている袋だと思います。ちょっと頑張って、まあ、さやみたいなものをちょっと取ってます。多分これ一株だけでも相当種が取れますね。ちょっともうこれさや全部なくなってしまってるんですけど、ちょっと頑張って取ってみようと思います。それでは種をまいていこうと思います。こちらの土は以前別の野菜を育てていた古い土です。まあ、ちょっと耕して、ほぐしてます。で一応、筋の方を2列作りまして、1列は種で、1列はさやごとちょっと埋めて、発芽状況が違うのかやってみたいと思います。ただこれもう時間が経過したものなので、ちょっと発芽自体が厳しいかもしれません。こちらの列は種をまきました。こちら続いてこちらの列を、まあ、さやごと埋めてみようと思います。
こちらの列はさやごと埋めました。今日は自分で育てたラディッシュの種をまた植えてみたという動画でした。2世代目のラディッシュになります。一応これを刺しとこうと思います。またうまく発芽してくれるといいんですけれども、また経過の方を動画にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺で失礼します。